明治維新は日本人の生活のあらゆる側面に影響を及ぼしました。一般市民は明治時代の政治小説によって近代的な西洋型民主主義社会とは何かを理解し、また実感しました。こうした人々が担った最重要の使命は、日本の発展を妨げていた不平等条約の改正でした。条約改正により、日本はヨーロッパ列強と同等の立場に立つことができるようになったのです。ギュスターブ・ボアソナードは、日本が自ら法典を編纂するよう支援しました。日本社会に合った法体系を作るよう指導者たちに勧めたのです。法政大学の創始者の一人である梅健次郎は、社会をより良く変えてくれるものとして法律に情熱を抱くボアソナードの考えに非常に深い影響を受けていました。即位した明治天皇は、日本の時計を直ちに20世紀へと進めるべき時が来たと確信していました。つまり世界各国からその国の最善のものを日本に持ち込むという考え方です。しかしその方法は、日本に深く根付いた文化を尊重しつつ近代へと飛躍するという非常に知的なものでした。日本は自らの伝統と独自の文化文明を守りつつ、それを近代化と調和させることができた世界唯一の国です。